皆さんこんにちは、スマシ TV です。2月6日から開幕される予定だったミュージカルジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッドが延期されることが発表されました。当初は2月6日から8日の4公演を休止するとしていましたが、さらに10日から11日の3公演も中止になり、12日から開幕すると変更されました。一部公演中止を受け異例対応を行っていますが、その理由は一部では山崎賢人さんが主演を務めた実写版映画ジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けない第一章のせいではないかという声が出ています。今回は山崎賢人さんのデビューのきっかけや出演した映画を振り返り、舞台ジョジョの異例の対応についてまとめました。最後までご視聴よろしくお願いします。人気俳優として定着してきた山崎賢人さん、実写化ドラマや映画には欠かせない存在と言われています。もちろんオリジナルストーリーの映画ドラマでも堂々とした演技をされています。さて、山崎賢人さんはどのようにして芸能界デビューしたのでしょうか。芸能界入りのきっかけは中学2年生の時にスカウトされたことでした。原宿に行った時、後ろから肩を叩かれて女性に声をかけられたことがきっかけでした。場所は竹下通りのダイソーの前だったそうです。実はこの女性は芸能事務所の社員でもスカウトマンでもなく、アルバイトの人でした。事務所から女性が声かけた方が恩和に進むかなという作戦だったことを後に聞いたと、山崎賢人さんが TBS 系バラエティ番組桜井有吉座夜会でコメントされていました。そんな山崎賢人さん主演の映画ゴールデンカムイが2月4日までに累計興行収入16億円を突破しました。漫画家野田悟氏が週刊ヤングジャンプで連載していた同大作品の実写化で、原作ファンからの評価も非常に高いそうです。同作は日露戦争を生き残り、その戦いぶりから不死身の杉本の異名を持つ主人公杉本佐一がアイヌの少女アシリパと共に、かつてアイヌ民族から強奪された莫大な金塊を探す物語。実写化が発表された当初、原作ファンからはまた山崎賢人イメージと違うといった不満の声も少なくありませんでしたが、今となってはめちゃくちゃ杉本だった、リスペクトを持って役作りしてくれたことが伝わってくるなどとすこぶる好評です。また公開当初、ネット上には続編ありそうな雰囲気だったけど発表まだだよね、このクオリティならぜひ続きを制作してほしいという書き込みも続出。そんな中、2月1日発売の女性セブンが映画の続編だけでなくドラマの制作も予定されていること、シリーズは2028年まで続く見込みであることを伝え、ファンを熱狂させています。山崎さん主演の人気漫画の実写映画といえば、まず挙げられるのがキングダムシリーズでしょう。漫画家原康久氏がヤングジャンプで連載中の同名漫画を原作に、19年4月公開のキングダムからすでに3作が公開されており、いずれも興行収入は50億円超え。今年7月には第4作キングダム大将軍の帰還の公開が予定されています。山崎は今後ゴールデンカムイとキングダムという2大シリーズを主演として引っ張っていくことになります。彼は他にも多くの人気漫画アニメの実写化映画の主人公に抜擢されており、その度に原作ファンからはまたかなどとネガティブな意見が出てしまう。しかし興行成績を見るとヒットの目安になる10億超えを達成した作品が少なくないんです。50億円を超えたキングダムシリーズ以外では、16年5月公開の狼少女と黒王子が12億1000万円、同9月公開の4月は君の嘘が14億2000万円、17年10月公開の佐伯クスオの災難が10億円、20年2月公開のオタクに恋は難しいが13億4000万円という成績を残しています。青春恋愛漫画の実写化でも高評価を得ていると言えそうですね。一方で
興行が振るわなかった作品もあり、17年8月に公開されたジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けない第一章は大こけ。原作は超人気コミックで、実写化にあたり豪華キャストが集結したものの、興収は10億に届かず、続編の制作も白紙になってしまったんです。そのイメージが強いだけに、世間には山崎主演の実写化作品をネガティブに見る向きもありますが、むしろ映画関係者からの信頼度はかなり高い。山崎賢人は全ての実写化の主人公をやれるくらい演技の幅が広く、存在感も抜群。何よりどんな役にもハマる顔の持ち主という評価も聞かれるほどです。興行成績ランキング初登場5位で、その後は10位圏外という山崎賢人さん主演の映画ジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けない第一章。有名コミックの実写化とあって、公開前から大きな注目を集めていましたが、期待外れに終わりそうです。ジョジョは初登場時にも3位のハリウッド大作トランスフォーマー最後の騎士王と、4位の恋愛映画君の膵臓を食べたいにも屈する大こけスタートだったんです。そんなジョジョといえば、タイトルに第一章とあるように、続編を見据えて制作されていました。しかし今回の低迷を受け、制作中止の可能性もささやかれ始めていたそうです。一部報道の関係者によると、この映画は続編を匂わせているものの、初登場が5位だった時点で第2章の制作は白紙扱い、今後の観客動員を受けて決まるということでしたが、もはやヒットする可能性は低く、続編公開は今のところ絶望的。今回映画化されたのは原作ジョジョの第4部の一部分ですが、原作では大ボスのキラヨシカゲというキャラクターが大人気で、原作ファンの間ではどの役者が演じるのかなどの話題が盛り上がっていました。ですが、もし続編が中止となれば、第4部の人気キャラが登場することもなくなってしまいます。興行収入だけでなく映画の出来に関しても、一部観客から芳しくない意見が飛び交っていました。そしてジョジョといえば、2月6日から開幕される予定だったミュージカルジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッドが延期されることが発表されました。当初は2月6日から8日の4公演を休止するとしていましたが、さらに10日から11日の3公演も中止に、12日から開幕すると変更されました。理由を東方演劇は準備不足としており、チケット代金だけでなく、チケット販売手数料やシステム利用料を払い戻すだけでなく、公演中止発表前に手配した交通費と宿泊費のキャンセル料、キャンセルできなかった場合の交通費と宿泊費を東方演劇が負担するそうです。なぜ異例ともいえる手厚い対応を行ったのでしょうか。一部では実写版映画ジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けない第一章のせいではないかという声が出ています。エンタメ誌ライターは次のように語りました。ジョジョは長く実写化が望まれていましたが、内容と世界観から実写にするのは難しく、なかなか実現しませんでした。2017年にようやく実写映画化されましたが、ファンの期待に応えるものではなく、学芸会レベルの映像などと酷評され、準備不足を指摘する声もありました。舞台の開幕が延期されたのは準備不足とのことですから、熱烈なファンからするとまたかという気持ち、批判を恐れて手厚い対応をしたのではないかというのです。前述した通り、映画ジョジョは評判の悪さと興行成績の低さのせいか、第2章は制作されていません。ミュージカルジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッドもこれっきりということにならないでほしいですね。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。